すまんすまん。今用意するからな。ちょっと待っておれ。わ、ばあちゃん寄り合いで遅いってさ。夕飯は太一と二人か。なら、簡単なもので済まそう。もうひでえ。なんだこれ。目覚まし時計じゃん。また竹谷兄ちゃんか。いちいち叩き起こすのも手間だからな。これで何個目だよ。これでお金とは大物だな。いい加減にお金か竹谷。あっ、またかよ。毎朝これ全部鳴らすのか。当然であろう。遅刻などさせては晴美さんに申し訳が立たん。へいへい。これでお金用ならまだまだ持ってくるぞ。勘弁してくれよ。7個目だの。目覚ましより早く起床することに成功した。ご主人様を遅刻の危機から救うため毎日頑張るのだ。そうか、すごいな。ねえ猫、レイは偉いか。レイを褒めるか。ああ、偉い偉い。あ、なんだその紙袋は。いや、これは別に何でも。さ、先に行こうかの。では二人とも学校でな。なんだあいつ。チクッとした。バーカー、便所だっつったんだろ、ついてくんな。しかしツレションは親愛の証だと学んだが。どこで何を学んだんだお前は。ちょっと行くん。レンちゃん引っ張り回すのやめなさいよ。そうよそうよ。いくらホストファミリーだからって慣れ慣れしすぎじゃない。彼氏気取りなんて最低。彼氏ではない、竹谷はレンのご主人。うわーわーわー、いきなりそんなよ。やだ怖い。行くわら変態。さあレンちゃん。しかしレンは連れしょんの。竹谷竹谷、手のひら見せてみ。レンちゃんの唇が触れたね。レンちゃんの唇が。レンちゃんと関節キス。行く原様。ああ、見よ。
こないだは散々だったな。あの、それで、ん？私、この星の人たちについてまだまだ勉強不足だったと気づきましたので、まだホームステイを続けようかと。そっか、まあよかったじゃん。あの時はありがとうございました。は、うん、ああ見えてディアーズも複雑だな。複雑？何が？ま、タケヤには一生わからんかもな。ああ、なんか今俺をバカにしなかったか。通過したろ！タケヤ、バカ。全く複雑だな。俺今日バイトで遅くなるからな。了承した。それはちょうどよい。タケヤ、レンを少し借りたいのだが。いちいち俺に断んな。レンに直接聞けっての。レンや、私と一緒に付き合ってくれんかの。レンはまたネネコの家にお泊まりできるのか。あ、お泊まり？こないだネネコん家泊まったのがよっぽど楽しかったみてえでさ。あ、いや、用事はタケヤの家で住むのだ。そうか。いつでも二人して泊まりに来ればよいではないか。タケヤ、いつでもいいそうだぞ。アホか、裏にあるうちになんでわざわざ。子供の頃はよく泊まっていたではないか。親父が仕事でいねえ時だけだろ。タケヤ、あ、今晩はこれを見よう。また怖いやつだろ、やだよ。怖くないよ、ただの SF だもん。マスクの造形が甘いな。怖かった。そうかな。まだ見るの？今度はやってきた客が実は宇宙人だってお話だよ。よくよく考えれば俺の宇宙人嫌いはあれから始まったんだ。そうであったかな。行くたびに変な SF 映画ばっかり見せられてさ。今でも宇宙人は嫌いか？え？うわぁ、ぼやしてるとバイトに遅れるぞ。わってるよ。じゃあ我々も帰るとしよう。レンは何をすればいいのだ？帰ってからのお楽しみだ。お楽しみ？ちゃん、いらっしゃい。いえ、お買い物に来たのでは。遠慮するね。うちはディアーズ特約店で無料サービスだ。好きなだけ持っていな。ではメロンパンなど。ハローハロー、待って。また来てくんな。こんなにたくさん、うちでは食べきれませんわ。どうしましょう。そうですわ、レンさんにあげてしまいましょう。ええ、それが一番ですわ。ごめんくださいまし。お？ようこそ、ミウ。一体何をなさって？これはアニメ宇宙ナースナナのヒロインの衣装でな。ね、少し横を向いて。こうか？レンにモデルになってもらっていたのだ。趣味の創作活動の資料にな。ね、今度は腕を上げて。カラス様よ。アルバイトだ。もう少ししたら帰ってくるぞ。私は別に、いただき物のお裾分けに来ただけで。メロンパン、おみゆ、それをレンにくれるのか？くれるのか？これレン、ちゃんとせんか。あと少しだ。それにしても何ですの？ずいぶんとラブリーなお洋服じゃありません？ミュウも着てみるか？そんな、私など。良いではないか。可愛いモデルが増えて、私も助かるしな。いやー、可愛いだなんてそんな。あー、疲れた、と。なんだ？
な。何やってんだ。お帰り竹屋。お帰りなさいませ。遅かったの。邪魔しているぞ。だから一人じゃ何やってんだっつったんだよ。見ればわかるであろう。スケッチだ。ミュ、見返りのポーズを頼む。こうですの。おお、いいぞいいぞ。いやそんなに褒めないでくださいませ。ここ俺んちだよな。まあこれらのお洋服は全て泉様のお手製ですの。素晴らしいですわ。ねえ猫すごい。ああそういや昔っから弟の服をよく縫ってたもんな。そういうことだ。裁縫は多少慣れているからな。ねねこ、ねねこは着ないのか。そうですわ。泉様もお召しになられたら。いやいや、私は見ているだけで。そんな。そのような格好、柄じゃないし。そんなことありませんわよ。きっとお似合いですわ。目も見たい。二人のような可愛い子が着ればよい。私が着ても似合わんだけだしな。そんな。そうそう、やめとけって。ねねこにそんなひらひら似合うはずもねって。昔っから色気のかけらもないやつなんだからよ。そんなやつが半端に色気出したって気色悪いだけだっての。安心したまえ。間違ってもお前相手に色気など振りまかんからの。バーカ、こっちからお断りだっての。まあ、もっともタケヤに色気など一生無縁だろうがの。だと？さてと、そろそろ帰るとするかな。レンとミュウのおかげで資料も揃ったし。ではな。だけど、なんだっつんだあいつは。ちょっと、生原様。あ？チクッとした。あ？そうですわ、生原様。さっきのは私もチクッとしましたわ。ちょっと待て。お前ら何言って。え？チクッというかチリッというか、本当に一瞬でしたけど、だが深かった。え？何の話だよ。感知しましたの。感知？私たちディアーズは他人の大きな衝動や本能的な欲求を感じてしまうんです。はあ。ねねこ、痛がってた。生原様があんなことおっしゃるから。なんだよその目は。ただいま。姉ちゃん、腹減った。すぐ支度する。ちょっと待ってろ。なあ、ねねこさ。なんだ。あ、昨日のことなんだけど。昨日の？俺、あんなこと言っちまってさ。なんつうか、やっぱいくらなんでも言い過ぎたっつうか。まあ、間違ってはおらんしな。あ、でもさ。今日は日直だった。悪いが先に行くぞ。レンちゃんが来てから竹谷からエロビデオ借りにくくってさ。ほうほう、それは悲劇だな。竹谷、おいひこがエロビデオというものを借りたいそうだが。レンちゃん、いつの間に。わかんないなぁ、もう。竹谷？ねねこ、あのさ、今日院長たちと楽しそうに何話してたんだ。たわいもない話だ。あ、そう。あ、あ、帰りに夕飯の買い物をするので、ここで。うん。やっぱ怒ってんのかな。竹谷はねねこがチクッとしたから詫びようとしているのか。だいたいな、お前らが変なこと言うからだぞ。もう。じゃあ俺バイト行くから、今日遅くなるから適当に飯食ってろ。あ、起きて待ってなくていいかな。了承した。
レン。ネネコ。レンはネネコの家に行きたいのだが。私の家に。明日は休みだし、泊まるのは一向に構わんが、タキヤに一言。お泊まりはしたいが、今のレンはお泊まりで行きたいのではない。ん？ネネコ、痛がってた。ビクハラ様があんなことおっしゃるから。第一ネネコは昔からああいう服着ねえじゃねえか！たくまーん。あ？先生、何してんすか。あら、イクハラくんじゃない。ここでバイト。はあ、まあ。で、それは。先生ね、オリジナルビデオ作ったの。せっかくだから店長さんにコーナー作ってもらったのよ。イエー。え、いつの間に。たくさんの身も知らない男たちに私のあられもない姿が干渉されると思うと、想像するだけで先生も先生も。あふー、なんだその肩のフリフリ。そういやガキの頃、あいつ一度だけ。そこでポーズボタンよ。やめんか、レン。安心して、レンに任せるがいい。ああ、ま、ほら待て、ネネコだから何の意味が。ああ、ほら。さあ、行こう。ま、待て、こんな格好でどこへ行くというのだ。タケヤの部屋だ。きっとタケヤは褒める。ネネコを褒めるぞ。褒める。タケヤが困っている。え？タケヤが困ると、レンも困る。ネネコ、タケヤを許せ。しかし、タケヤはまだバイトから帰ってきてないと思うが。レン、もういい。許すも何も、最初から私は。よくない。レンはタケヤのためにネネコを。じゃあ、私はタケヤを許す。だからもういいのだ。許すのか？ネネコはタケヤを許すのか？うん。レンはタケヤの役に立ったか。ネネコはレンを褒めるか。ああ、レンはいい子だ。褒めるよりむしろ感謝せねばならんの。なんで担任の変なビデオを生徒の俺が貸し出すんだよ。あ、注意、明日のバイト早朝につき寝坊厳禁。全然信用ねえし。あいつ幼稚園までは女の子っぽい服着てたんだよな。でも小学校の時一度だけ。なんだその肩のフリフリ、変だろ。なんで急に女の格好してくんだよ。いつも男みたいなバカのくせに気持ち悪い。すげえ変な格好。こいつちゃんとした女の格好知らねえ。確かあれ、2年の時だったっけ。完璧遅刻。バイトに励むがいい。お前、あ、まだあのボロいママチャリ使ってんのな。タケヤ、昔からお前よくここに来てたよな。そうだったか。そうそう、ここで本読んだりピーピー泣いたりしてた。あ、そうだったかの。あの時も確かそうだったよな。覚えてるか、小学校の時お前突然フリフリの服着てきて、クラスの悪ガキがからかってさ。どうも丈が短くてチンチクリンでさ、縫いかけみたいなところもあってなんか妙で。でもお前なんて言われても黙りこくってて。だってよ、こいつうち母ちゃんいないんだぜ。ああ、あの時いきなり竹谷が飛び出してきて私の代わりに怒ってくれたであろう。え、そうだっけ。そうそう、鼻血出るまで相手ボコボコ。お前女の味方か。うるせえ。おい、レイボー、どこ行くんだよ。レイボー、
一周忌だからお母さんの部屋片付けようって、そしたらこの服見つけてお母さんが帰ってきたみたいな気がして、嫌笑いって分かってたもん。そんなこと言われなくたって分かってたもん。でもその後竹谷が、え、覚えてないか、え、俺なんかしたっけ。別に似合わなくねえじゃん。嘘だ、嘘なもんだよ。お姫様みたいじゃん。あのよこないだのあれ、俺本気とかじゃなくて。さてと。え？あ！そろそろ昼食の支度に戻らねば。おい！ではな、竹谷。バイト頑張れよ。バイト頑張れって。バイト！ああ！次回、ディアーズ、金の玉ですの？バスタオル祭りだ！